足長アリアフェノガスターファメリカは、八目、アリカ、2節アリ赤に分類されるアリの一種。日本では、山夜の日陰で見られる大型のアリで、和名通り足の長いスマートな体型が特徴である。働きアリの体長、4.5から8ミリメートル、女王アリの体長、10ミリメートル女王は、頭頂部が、働きアリほど強くカーブしない。オスアリの体色は、 女王アリや働きアリと同じで赤みを帯びる。森林やその周辺に多く生息し、苔が生えるような湿り気がある日陰の地面に巣を作る。普通種だが、大津アリほど身近ではなく、森林近くの畑や林道、大きな木が生い茂った公園や神社などの地面で見られる。活動期は春から秋まで幅広く、ハーリが飛び出す結婚飛行は6から7月下旬に、 行われる。働きありは主に地上を徘徊して餌を探す。昆虫など小動物の死骸を見つけると集団で巣穴に運ぶが大ずありほどの動員はしない。芋虫などの生きた動物を襲うこともあるが攻撃性は低く抵抗されると引き下がる。また、武天でも巣骸活動をする個体が多く見られる。誕生性で一つの巣には一個体の女王がいる。 北海道から伊豆諸島、津島、種子島、薬島まで日本の広い範囲に分布し、日本以外では中国にも分布する。足長アリ族は日本から15種が知られている。ありがとうございます。